はい、今回はですね、ヤングマシーン2024年5月号をご紹介します。まず今回は何といってもこれですね、ヤマハ PG-1 ですね。国内市場テストですね。PG-1 はめちゃくちゃいいバイクでしたとね、いうことですね。昨年末にタイ、そしてベトナムで相次いで発表されたヤマハの PG-1。原付2種の排気量 114cc で横型の SOHC エンジンは4速の自動遠心クラッチ、そしてアンダーボーンタイプにブロックタイヤとくれば誰がどう見てもホンダのハンターカブ&クロスカブにぶつけてきたライバル車というか、意地悪な見方をすれば2番センチおは2匹目の土壌狙いのようにも思える。ともあれ土の香りが楽しめる原付2種レジャーバイクに選択肢が増えたのは嬉しい限りだけれども、 PG-1 は現時点では海外モデルなので、形とスペックでどんなバイクなのか想像するしかないと思っていたら、なんと個人輸入の車両を試乗する機会に恵まれた。というわけでハンターカブ&クロスカブも用意して、ストリートからダートまでがっつり2番センチか、それとも国内導入大熱望の期待のニューフェイスなのか、徹底インプレッションをとくとご覧あれ。アウトドアテイストの強い CT125 ハンターカブが人気だからといって、ここまでキャラクターを寄せてくることないんじゃない？なんてうがった見方で、今回主役である PG-1 を対峙したのだが、自動遠心クラッチの横型エンジンにアンダーボーンフレームといった共通点はあるものの、実車を前にすると株系と比べて随分と腰高な印象を受ける。株では定番の前後17インチホイールではなく、やや小さめの16インチホイールを履いているものの、最低地上高が190ミリとライバルである CT110、CT125 に比べると異様に高い。またステアリングに関しては CT110 が採用する株系の定番ユニットステアではなく、 CT125 と同じ上下ブラケット付きのフロントフォークを備えている。この時点でコミューターではなくスポーツバイクとして作り込まれているというのことは明らかなのだが、またがってみるとさらに株との違いが明確化してきた。走るまでもなくステアリング周りの剛性が CT125 よりも高く、ハンドルの押さえ込みも効く。また車体剛性アップを狙ってだろう。メインフレームは思いっきりセンタートンネル部分が高められているが、走り出せば株系のマシンにありがちな車体の心もとなさが皆無。 PG-1 は株系が属するビジネスジャンルではなく、ファンバイクとかスポーツバイクのフィーリングに近いのだ。このあたりの関係性は
CC110 と CT125 に近いところだが、近いところがあるが、PG1 は CT125 よりもさらにスポーツ性を高めに設定した雰囲気だ。エンジン性能に関しては、エンジン回転数でパワーを稼ぐ CC110 とは違い、中低速でトルクを重視した設定で、その排気音や加速フィーリングはどちらかといえば CT125 に近い。ただ排気音がやや大きめで、早朝の配達業務にはちょっと使いにくそうである。また3台同時でシグナルダッシュもしてみた。出足こそ軽さで勝る CC110 が先行するものの、後伸びする PG1 と CT125 がじわじわじわりじわりと追い越す感じ。ただトップスピードに関しては意外なほど差を感じなかった。ただこれがコーナーリングとなると随分と話が違ってくる。結論から書けば、ビニデスバイクの域にある下部径に対して PG1 はしっかりスポーツバイクしているのだ。前とした剛性感あふれるステアリングはダイレクト感にあふれているし、センタートンネル高めのフレームは大きな応力がかかっても心もとないところがない。下部系のユニットステアに比べると PG1 は格段にコーナーが攻めやすいのだ。はい、そんな感じでしょうか。まあ、気になった方はですね、本屋さんとかね、コンビニで買ってもらってもいいし、私のお店にもね、置いてありますんで、読みに来てもらっても構いません。それでは、今回の動画は以上になります。